クー・クラックス・クラントは、アメリカの秘密結社、白人市場主義団体である。白人市場主義団体とされるが、正確には、北方人種を市場とし、主に黒人、アジア人、近年においては、ヒスパニックなどの他の人種の市民権に対しことを唱え、同様に、カトリックや、同性愛者の権利運動や、フェミニズムなどに対しても、反対の立場を取っている。 マニフェストデスティニーを掲げ、プロテスタントのアングロサクソン人などの北方系の白人のみがアダムの子孫であり、唯一魂を持つ神による選ばれし民として他の人種から優先され隔離されるべきであると主張する。名前の由来はギリシャ語のククロスの天下と英語のクランを変形させたものと言われる。別の説としてライフル銃の操作音が起源という説もあり、 アーサー・コナン・ドイルの短編、オレンジの種5つで紹介され世に広まった。団員は、クークラクサー、もしくは、クランズマンと呼ばれた。白装束で、頭部全体を覆う三角白頭筋を被りつつ、デモ活動を行う集団として、世間で認知されている。初期の KKK メンバーを描いた絵、第一の KKK は、 南北戦争終結後の1865年12月24日、テネシー州プラス機にて南部連合のネイサン・ベッドフォード・フォレストを含む6人の退役軍人によって設立されたと一般に考えられており、KKK の側もそのように顕現する傾向にある。しかし、実際にはこれ以前から同様の組織は存在したとされ、また、活動内容も南軍の退役軍人たちで、 作られた交友会であって、最初から政治団体として結成されたわけではなかったと言われる。19世紀のアメリカでは結社を結成することが流行し、アメリカ人の5人から8人のうち1人の割合で何らかの結社に加入していた。初期のメンバーはボール紙で補強された顔を覆う三角巾と竹長のガウンを身につけたが、色や模様は決まっておらず、 相互確認のためのホイッスルを携帯した。この紛争は当時流行していた夜道で通行人を驚かせるいたずら目的に着用されたものだった。会員が増えるにつれ他の秘密結社と同じく神秘的な儀礼と独特な故障を持つ異界が定められた。結社の噂は周辺地域に広がり1867年頃からメンバーが急速に増えていった。徐々に 政治活動を開始した際にも主要な目標は、旧連合国に対して、合衆国政府が行っていた、事実上の占領統治への反対が中心であった。やがてハンドレ解放も主張に加えられるようになり、白い布で作った装束を身にまとって、黒人の居住区を練り歩くという嫌がらせ行為を行うようになった。元は軽いからかいとしての行動に過ぎなかったが、 白人の復讐を恐れていた黒人たちは、白装束の集団に恐れをなして、家の中に逃げ込んでしまった。これに味を占めた団員の一部は、自意行為をたびたび繰り返すようになり、評判を聞きつけた南部の人種主義者たちが、第一の KKK への加盟を望む動きが生まれ、民主党左右翼の人種差別過激派として保守的な白人の支持を集め始めていく。 それでもこの時点での KKK には後に見られるような、反ユダヤなどの民族主義はなく、あくまで人種主義が思想の中核であった。そのため、南部陸軍軍移送官だったサイモンバルークら、ユダヤ人のメンバーも存在していた。また最初の時点での KKK は、黒人を懲らしめる、しつけ直すという理屈で行動しており、必ずしも暴力行為を伴うわけではない。 デモ活動などを基本としていた。だが次第に過激化し始めた彼らは、白装束で町を巡回し、彼らが独断で決めた時刻以外に外出する黒人を、無知で叩いたり、夜中にナイトライダーと呼ばれる、馬に乗った団員が現れ、脅迫、暴行を加えるようになった。さらにこれに批判的な白人までもが敵として、暴力を振るわれ、 投票権を行使しようとした黒人が殺害される、事件まで発生する。1867年夏、KKK はナッシュビルで開催された大会の後に著し印、成長を遂げ、この大会で指導者として、フォレストが推薦され、グランドウィザードの称号を与えられた。1868年には、団員数が55万人を超えたと言われている。 しかし暴力的傾向が強まっていく経験 k に嫌気がさしたホレストは当初の栄誉ある、また愛国的目的から外れ、大衆の安寧に貢献するよりも有害になっているとして、1869年にクランの解散を宣言し、また社会的義務を果たせる人物であれば、アフリカ系アメリカ人の社会進出にも賛同した。だがメンバーの大半は、 その解散宣言に従わず活動を継続した。1871年にはついに政府から非合法のテロリスト集団と認定され、摘発が開始された。フォレストラ南部連合の有力者が離れた後も、独自活動を続けていた第一の KKK であったが、警察だけでなく、占領地に駐留する軍部隊による鎮圧も行われ、勢力再建は困難であった。また、 自由国人だけでなく北部人への抵抗を主張し、南部でも厄介者として扱われる彼らの勢力は大きく伸長することはなかった。そもそもこの時代には奴隷解放を主導した合衆国政府も自由国人への全面的な市民権を認めるつもりはなく、レコンストラクションは南部諸州が合衆国連邦に忠誠を誓うことと奴隷制度の廃止を定着させること。 戦費を回収することなどが、要点に置かれていた。カーペットバッカーや、スキャラワグラ南部共和党が主導する戦後処理は1877年まで、続き、ラザフォードヘイズ政権下で、北部諸州の軍と政治家は、それぞれの州へと撤収して統治権を南部諸州へ、返還した。同年から、南部諸州で、南部共和党の州政権が、次々と解体され、 南部民主党が復権を果たした。南部復興の中でも奴隷制は完全廃止が維持されたが、白人と黒人の分離という形式を取った実質的な差別法制が南部各州の州法という形で制定され、人種的な対立は継続した。最終的にかかる差別的法制を正当化する法理が連邦最高裁で貢献とされた。非合法化と軍や 警察の摘発に加え、レコンストラクションの終焉によって存在意義を失った第一の KKK はやがて自然消滅した。1923年に行われたリレーでの第二の KKK メンバーペンシルベニア通りを更新する KKK メンバーら。1928年撮影第一次世界大戦の勃発はアメリカ国内にナショナリズムの公用をもたらすと同時に ドイツ・トルコスラブ・ユダヤなどの移民と移民を祖先とするエスニック集団に対するネイティビズムを高めた。1915年のアトランタで神のお告げを聞いた白人の伝道師、ウィリアム・ジョセフ・シモンズにより第二の KKK が誕生する。アメリカの第一次世界大戦への参戦と同時に KKK は反ドイツ主義を前面に出しスパイを摘発する情報組織として活動した。 敵国出身の移民からアメリカ人を守る愛国者団体であることを強調した KKK は仮想の危機で人々を煽って会員を増やしていく。戦争を経て5000人規模の組織となった第二の KKK はアメリカ南部のノスタルジア、愛国心、騎士道、倫理観を守ることに焦点を当てた。第二の KKK は黒人をしつけるとした以前の KKK 以上に 強硬的な過激派として活動し、その思想も従来の黒人差別のみならず、有色人種全体の敗撃を主張した。人種主義に加えて民族主義や宗教色も強まり、セム人種ユダヤ系やムスリムも攻撃の対象とした KKK は、白人貧困層の絶大な支持を集め、いくつかの州では少なからぬ政治的影響力を持つに至った。他に、 カトリック教徒や共産主義者も攻撃対象とされた。1923年には、オクラホーマ州だけで2500件以上の暴行事件を起こしており、放火や殺人が日常的に行われた。暴力行為も生産の限りを尽くし、両手を攻撃、縄で縛って列車に引かせる、焼き印を押すなど残虐さを極めた。こうした動きに乗る形で、 伝統的に KKK の誠意が強かった南部の州のみならず、中西部のテネシー州やオレゴン州、それにオクラホーマ州では KKK の構成員もしくは KKK に対して好意的な政治家らが州政府を支配するなど合法的な進出を果たし、インディアナ州では KKK の構成員エドワード・ L ・ジャクソンが州知事にまでなっている。一方では、 この当時影響力を有していた KKK を事故の選挙に利用するためにすり寄る者もおり、後の大統領ハリー・トルーマンもそのために、この当時 KKK に加入していた。この当時が KKK の絶頂期であり、1928年には構成員数万人を動員して、ワシントン DC でデモ行進を行った。このデモ行進が皮肉にも KKK が行った最後の大規模な行動となる。 KKK の拡大に気を良くしたのか、アラバマ州などで一部の構成員が、KKK が控えていた過激な活動を再開する。離婚した女性に制裁を加えたり、人種の枠を超えて行動していた白人や黒人に、ン地を加えたり、甘津さえ売春宿など、倫理的ではない、建物を襲撃するに及んで、州の保守エリート層から手痛い反撃を食らってしまう。この反撃の結果、 アラバマ州における KKK の構成員数は1930年には3万人程度まで低下する。今まで KKK を支持もしくは容認していたアメリカの保守層もこれらの事件を機に KKK に対して距離を置くようになる。そして当時の KKK 指導者が強姦と殺人で有罪判決を受けたことが決定打となり、第二の KKK は一気に崩壊した。 彫楽、KKK の彫楽は、1925年3月15日に、当時、KKK の指導者的な立場にあった、デビッド・カーチス・スティーブンソンが起こした事件が契機となっている。当時この事件は、かなりセンセーショナルなものであり、この事件に対する裁判の結果が、KKK 崩壊のきっかけとなった。また、スティーブンソンが、禁止法産性論者で、キリスト教的、 女性らしさを支持すると公言していたことが逆風となった。事件の経緯は以下の通りである。犯人のスティーブンソンがインディアナ州の女性教師マッチ・オーベルホールツアーを拉致し、シカゴ行きの汽車に連れ込み、無理やり酔わせ、強姦し、さらに全身を噛んだ。インディアナポリスに戻った後、スティーブンソンは自分の家からオーベルホールツアーを解放する。去り際に彼女は、 必ず法があなたを裁くでしょう。と言ったがそれに対してスティーブンソンは笑いながら私が法律だよと言ったという。帰宅後オーベルホルツァーは治療を受けたがスティーブンソンに連れ回されていた間に自殺しようと飲んだ塩化睡眠の影響ですでに手遅れの状態であった。彼女は死ぬ前にスティーブンソンを告発し4月14日に人不全により死去した。しかし仮に 彼女が自殺を試みるために塩化睡眠を飲み干していなくてもおそらく感染症で死んだだろうとも言われている。後に彼女を診察した医師は彼女の体を見てまるで狼の群れに襲われたようだとコメントした。彼女の証言をもとにスティーブンソンは起訴される。スティーブンソンは彼女の死は自殺であり自分とは関係ないと主張するが、司法は第二級殺人材と認定。 終身刑を宣告する。この事件による KKK のイメージ悪化で、インディアナ州の場合、1928年には18万人も、いたメンバー数が1930年には4000人にまで激減する。当時のインディアナ州知事は、KKK のメンバーで、スティーブンソンが積極的に支持することによって当選できた、エドワード・エル・ジャクソンだった。 このことからスティーブンソンは特赦化減刑を期待していたとされるが、ジャクソンはそれを拒否。怒ったスティーブンソンは1927年に KKK から賄賂を受け取っていた就職員のリストを公表し、就職員の怒りを買った。その結果、インディアナ州政府から KKK 職は一掃されることになり、全国的な影響力は大きく低下した。ジャクソン知事本人も、 全知事を買収しようとした容疑で訴追され、有罪にはならなかったものの、買収しようとしていたことは事実であると認定された。世界恐慌時代には、休眠状態だったが、第二次世界大戦にアメリカ合衆国が参戦したことによって、黒人の兵士や労働者の地位向上が見られるようになり、戦後の公民権運動につながった。 そのことに危機感を覚えた者たちによって復活するが白人市場主義団体も乱立しておりかつての勢いは取り戻せなかった第二次世界大戦後 KKK はアメリカ南西部で労働者階級を主体として息を吹き返したが統率力にかけ影響力の低い組織だった1964年にミシシッピ州フィラデルフィアで 地元警察と結託した KKK が公民権運動家3名を暴殺し、リンドン・ジョンソンが FBI に対 KKK 作戦を命じて警官を含む21名を逮捕した事件は公民権運動における重要な出来事の一つとなった。KKK の全国的な影響力は大幅に低下したものの、その後も型を変えて細々と生きながらへ、 現在もなおいくつかの文化が活動を続けている。現在存在する比較的規模の大きい KKK 団体。これ以外にも数多くの小規模な KKK KK の団体が存在する。2005年時点での推定では約3000人のメンバーが100から158ある KKK KK の団体に所属していたとされる。このうちに3の団体が旧南部を拠点にしており、残りの1、 3は中西部を拠点にしている。アメリカのメディアでは未だに KKK として統一団体のように紹介されるが厳密に言えば KKK の全国組織は前日のように1927年の時点で崩壊している。現存する KKK KK の団体に横のつながりはほとんどなく中央組織のようなものも存在しない。しかし一方で徹底した 地下組織化による中央組織連絡協議会的組織の温存の疑いや点在する表面上の小組織の細胞組織化工作の疑いも持たれ続けている。現在アメリカではオハイオ州などでインペリアルクランズ・オブ・アメリカが活発に活動を行っているとされている。2006年2月20日付の CNN ニュースヘッドラインプライムの特集によると以下は 現在若い世代に世代交代し、KKK の主流として対等しているという。活動の活発化のバックグラウンドとして、ここ5年でアメリカのヘイトクライム予備軍の数は600から800へと急増しているということを挙げていた。それに伴い構成員の人数も2000年の3000人から8000人へと急増している。同じく人種差別を行うことからナチスを、 模倣するようになってきている。従来の KKK と異なる点は、破壊活動や暴力など違法行為を認めていない点である。以下の本部は、ケンタッキー州にあるが、全米各地に支部を設けている。2007年、ユダヤ人団体、名誉毀損防止同盟は、KKK の活動が再び活発化しており、南部以外の州にも、勢力を伸ばしつつある。 ネオナチグループと手を結んでいると警告する報告書を公表した。KKK が移民問題や同性結婚、都市犯罪などを活用して驚くべき復活を経ていると強調した。ただし、ADL という組織に関しては、1968年に起きたミシシッピー州の ADL 職員の自宅爆破未遂事件が ADL が KKK リーダーを買収して実行させた狂言テロであったことがロサンゼルスタイムズのスクープで暴露されるなど多くの虚偽や違法行為に抵触してきた団体であることに注意する必要がある。2017年時点において k KKK 活動家の中にはドナルド・トランプの不法移民に対する厳しい態度、政策に支持を表明する者も,もいる。近年ではイギリスにおいても 派生団体が誕生した。しかし、イギリスにおける KKK は、非常に小さな運動にしかなっておらず、イギリス社会への影響力は小さいとされる。ドイツドイツでは、KKK 関連のグループである、燃えるような十字架の騎士が1920年代に設立された。ナチスがドイツで政権を獲得した後、同グループは解散し、そのメンバーはナチスに加わった。 ABCD 浜本2015、ピアニッシモ、267から281、海底版世界の民族地図 P85 高崎、道広九百9 9 7年12月20日初版、第1冊発行 ABCE の2005、ピアニッシモ、169から173、公民権運動の活動家たちミシシッピに死す、ついに自由を我らに、米国の公民権運動アメリカンセンター、 ジャパンピアニッシュも、48から49。2017年8月25日、閲覧。The Twentieth Century, クー・クラックス・クラン、イン、アラバマ、ザ・クー・クラックス・クラン、A ブリーフ・バイオグラフィー、History of the KKK、クー・クラックス・クラン in the Twentieth Century, All Relieved August 26-2005三継承。 KKK は再び力を取り戻すのか産経新聞長官2017年8月24日公式サイト学術団体個人サイト本。ありがとうございます。